大喧嘩祭りのルールその1、あらゆる武器、魔力の使用および汚い手を使うことを許可する。ルールその2、勝利条件は相手タッグの殺害、無力化、または場外落下。グロキシニア、エリザベスは関係ねえ。てめえらエレインに手を出したらメンチにすんぞ。残念ながら迷宮に足を踏み入れた時点で参加者とみなしたっす。ルールその3、試合放棄は厳禁っすよ。メリオダス様、私のことなら心配なさらずに、今はご自分のことに集中してください。言うね。まあ私も平気よ。エリザベスの言う通り、自分たちの戦いに集中して。言いますな。 あなた、どうして私の名前を？私がずっとバーンを覗いていると、その隣にはメリオダスとエリザベス、あなたが映っていたわ。それじゃあなたがエレインよ。よろしくね。兄者、やはり女子供を手にかけるのは気が乗るもんではないにゃ。暗殺者にとっては飯を食うことと人を殺めることは同義、よくある日常さ。ここに降臨せよ。これが私の力。はあ、そうね、よくある日常だわ。何？あなたたちのような人間を相手にするのは妖精王の森の聖女にとってはね。兄者！妖精王の森の聖女だと？エレイン、あなたすごい。すごい、本当にすごい。エリザベス、あなたは想像通り裏表のない本当に素直で素敵な子。そうかしら。ええ、私もあのバン様の恋人がどんな人か興味があったから、思った通りとっても素敵な人。あの、何を考えてるかわからないバン様。ごめんなさい。お互い様でしょ。何を考えてるかわからないメリオダス様も。本当ね。We'll be right back.
今ここに降臨せよ。避けられまい。完封の激励アリジャ死んじゃいやにゃアリジャなぜ生きてる毒が全身をめぐってとっくに死んでいるはずどいてしばらく安静にしてあげて。エリザベス、どうして？マルキア王国はリオネスと同盟を結んでいた友好国。でも1年前、リオネス二大聖騎士長が一方的に和平を破り、その際に生じた戦いでマルキアは滅びたわ。お前は？リオネス国王バルトラの娘、エリザベス・リオネス。よかったの私たちを殺そうとした人間よ、うん、でもほっとけないわあなたって勝者エリザベス&エレインペアエリザベス王女我はあなたに借りをつけるわけには話はまた後で今はゆっくり体を休めてブザマの負け犬には即ご退場願うっすそんな泣くなエリザベスお前はよくやったよば、あの青色どものスピードは侮れねえからな。気をつけろよ。なんだよ、空飛ぶのは反則だろ、反則。捕まえんのが面倒そうだな。団長はすぐにでも王女様をハグしに行きてえのにね。お前の方こそ、早くエレインとイチャつきたいんじゃねえの団長と一緒にすんなよなんだバンお前って案外お子様なのなああこらてめえ俺に喧嘩売ってんのかThank you.
に降臨せよ。言っとくがな、団長。そりゃこっちのセリフだ。エレインの抱き心地といったらもう、ふわふわすべすべで最高なんだよ。ふわふわすべすべの抱き心地に。かわいそうに、団長にはわかんねえだろうね。知るか！あの二人、さっきから何を言い合ってるの？言っておくぜ、バーン。最高なのはエリザベスだ。バーカ、最高はエレイン。なんでこいつ死んでんだ。見ろよ、いつの間にかもう一匹も片付いてるぞ。嘘だろ、おい。まさかこれで終わりなのかよ。まあ何にせよ、こいつらがエリザベスたちに当たらずラッキーだったけどな。当たったところでこんな雑魚どうってことはねえや。タイズー君、コールをよろしく。はい。勝者、メリオダス&バンペア。このサーヴァントの顔、どこかで。ぼんやりしてちゃダメだよ。そこから離れて。霊光者スティフォル、第5形態、インクリーズ。第2形態、ガーディアン。霊装だと。オイラの本当の名前は妖精王ハーレクイーン。妖精王ハーレクイーン。な、何か思い出した。ハーレクイーンとキング、どっちの名前で呼べばいいの？こけー。現妖精王とは驚きましたね。確かにね。それじゃあ現役がどれほどのものか試させてもらうすか。
ここに降臨せよ。ディアンにはどんな攻撃も通用しないんだ。ねえディアンヌ、何？記憶を失っている君にこんなことを言っても伝わらないかもしれない。オイラ、ようやくわかったんだ。君がオイラの気持ちに気づいてくれるのを待つだけじゃダメなんだって。自分の気持ちをちゃんと伝えなきゃダメなんだって。ディアンヌ、君に告白したいんだ。ぬいぐるみがやられちゃってる。心臓を貫け。ハルクイン。ディアンヌ、オイラは二度と君を怖い目に遭わせやしない。二度と？君と僕は一体どんな？アルビオンを倒した張本人は君っすか。霊装者スティフォル第二形態ガーディアン。災いよ。
ここに降臨せよ。ここに降臨せよ。はい、オシライゼーション。もう休んでいいんだ。どうしたの？なんでもない、平気さ。とてもそんな風には見えないけど。さっきの攻撃で現役妖精王はもう満身創痍。まずは邪魔な巨人族を片付けさせてもらうっす。シン、霊装シャスティフォル、第五形態インクリーズ。やった。何と言いたいところっすけど、残念。妖精王の君なら植物の生命力の凄まじさくらいわかるっすよね。無茶に無茶を重ねての反撃だったんだろうけど、無駄でした。ハレクイン。いいんだ、狙い通りさ。え、あそこなら君を守れる。新冷凍シャスティバル第一形態シャスティバル。まさか、どこに余力が。ゲーッ。あそこまでチリジリにされちゃ仕方ないっす。あたしの代理は負けていいっす。
アンヌ、こんなに僕を熱い気持ちにさせておいて勝手に死なせないんだからどうして、だって今日初めて出会ったはずの男の子が命がけで僕を守ってくれてる。これって普通じゃないよね。ねえハーレクイーン、君は僕にとってどんな存在なの？君にとって僕はどんな存在なの？だからこの戦いが終わったら教えてね、ティデアドロース。ぶっ飛ばせ。キモス、クオクオ。勝者はすでに決まっています。ライトメア・テラー、火だらけだ。クオ！ナイトメア・テラどこだ。火だらけだ。勝者はすでに決まっています。
それだけあれば十分ですよ。なんだなんだ。メガネを返せ。ガトリングジャック。めちゃくちゃだ。ゴーセルやめろ。我が意志に応え、ジンプリッタ。なんだ。神義解放。夜に太陽。あいつまさか。これはエストロッサ級の魔力っすよ。ありえない。何をする気だよ。エスカノーリに強力無比な力と体から発する熱量は周りのもの全てを焼き尽くしてしまう。ジンプリッタの特性はチャージ&ファイヤー。奴の発する莫大な熱量を全吸収し蓄え任意で放つことを可能にする。団長どけ。このままじゃゴーセルもろとも師匠とジェリコが死んじまうぞ。エスカノールを信じろ。バこれぞ、まさかの一発逆転劇っすね。祭りはこうでなくっちゃ。心をもてあそんだ大罪をその身をもってあがないなさい。受けて立つ。早急ハーリット自動追尾モード、ブラックアウトアロー。うわっ。これでどうだ。わざわいよ。やーっ。今ここに降臨せよ。勝者はすでに決まっている。俺の勝ちだ。残飯長、メガネを返せ。何が勝ちだ。ふざけるな。事実を言ったまでだ。奴は倒れ、俺は立っている。
ゴーセル、てめえにはエスカノールの心がわかんねえのかよ。エスカノールの心？俺に腹を立てていたのは間違いないな。あれを見ても同じことが言えんのか。エスカノールがお前に対して示した心だ。ん？心をもてあそんだ大罪をその身をもってあがないなさい。ぬかった。あの男の強大な魔力に気を取られすぎた。攻撃の矛先がよもや我らに向いていたとは。今のものすごい爆発、何が起こったの？エスカノール、あの野郎、実家を攻撃しやがった。何のつもりだ。まったく無茶苦茶なおっさんだよ、あんたは。お前何者だ。団長、どうする。始めようぜ、祭りの本番を。